ラトゥールディイコールペの市中庭から見たラトゥールドペ城とスイスゲーム博物館の入り口スイスゲーム博物館はスイス連邦帽州にあるゲーム専門の博物館25年に一度のワイン祭りやネスレ本社所在地として有名なブベートジャズフェスティバル開催地モントルーに挟まれたレマンコを望むラトゥールディイコールペにある2003年から財団法人フンドスヨンジュムーゼイ スイスジュジューとして管理運営されている。18世紀半ばから民間の住居であったラトゥールドゥペ城は、元は13世紀サボーア博によって、レマン湖畔に水路用の石所として築かれた城塞であった。1979年ラトゥールドイコールペキソ自治体が城を取得したのを機に、1987年、スイスゲーム博物館が開館した。おもちゃ博物館とは異なり、 玩具とゲームの相違を強調し、特にルール性重視の遊戯具の収集、保存、研究調査、および展示やワークショップ等を通じ、一般の人々を対象にゲーム史の理解、ゲームルールの伝播、普及を目的としている。世界中から収集されたゲームの所蔵品は、紀元前3000年以来の古代のものから、近代のものまで5,500点以上にも上る。 白の2階と3階の総面積550平方メートルがゲーム博物館として利用されている。2階には受付、ボードゲームショップ、常設展示室、ゲームルームがあり、3階は類別展示コーナー、また企画展示会の会場となる。窓から一面に広がる湖を左に眺望しながら進む。第一展示室古代のサイコロやコマ。また考古学的に、 極めて重要な紀元前2000年頃のゲーム版が加えられた。イランで発掘されたもので、長方形の盤上に1列12個の穴が3列で36マス。刻まれ、それらの穴を取り巻く模様として、複数のうねった蛇が数字の8を縦に並べたように彫刻されている。第2出アフリカ各地や南アジアで遊ばれているマンカラとそのバリエーション。アフリカ発祥のものは、 六月二列が代表的で、アウェレオ代表に多数の名称を持つ種まきゲームとも訳せる。並んで、東アジアのゲーム、麻雀、将棋、五番、買い合わせ等。その他、南米からの駒、ビルボケ、チェスの駒等。第三室、インドの国。近代の数々のゲームの発祥地であるインドの円形カード、七月二列のインドマンから、元は、 宗教教育として使われていたスゴロクゲーム、また現在でもポピュラーな競争ゲームとして知られている、数種のパチシが陳列されている。パチシはパーチイージとも記され、刺繍で装飾された布製のもの、20世紀のデザイン豊富な紙製のものと多数ある。壁に掛けられている19世紀に作られた禁止入りのパッチワークタペストリーの中央部分を、 注意してみるとパチシュがあしらわれているのがわかる。山側の展示室を進む。第4室17世紀以来の東洋、西洋のチェス。第5室17世紀からのラデンザイクやより奇細工のバックギャモン。19世紀のガチョウのゲーム、造下性のドミノ等。ギャラリー19世紀のキーエや18世紀からの輪投げ、駒投げ等の競技用ゲーム。3階に登る。 南側中世以来ヨーロッパ各地で誕生したトランプと日本の花札や中国のカード展示コーナー。中央部産業改革後の工業化時代にスイス、ドイツ、フランスで公安制作された様々なボードゲーム。スロットマシンのコレクション、カジノの台、ボールルーレット、19世紀大型競馬レース、ロトリー等の賭けゲーム。北側1970年代からのビデオゲームの 発展が一目できる。常設展示、企画展示のほか、一般及び企業を対象に予約制で、館内ガイドツアー、ワークショップを提供。毎年、インターナショナルアウェイレトーナメント、ボードゲームクリエイター展示集会、ゲームをテーマとした講演会などが開催される。ミュージアムショップ世界中からのボードゲームを販売。ゲームルーム来館者用に、多数のゲームが常備されている。 図書室2006年、城の1階に新設された。図を主に5000冊以上のゲームに関する出版物を貯蔵し、貸し出しも行っている。レンタルスペース宴会や催し物、展覧会用等に利用できる。屋外集団遊びのスポット場の周囲に8カ所あり、石蹴り、ハンカチ落とし、ビー玉等ができる。レストラン、 ドミノ城壁と塔に囲まれている中庭に建てられた庭師の家の内部にある。この城壁と二つの塔は歴史的建造物に登録されており、中庭の見張り塔の最上部から一望できるレマンコと山々のパノラマは絶景である。ありがとうございます。